本体から離れた腕が単独で動くとはな。だがいつの間に起爆札で攻撃したあの時か、煙に紛れて右腕を地面に。ちさすがに暁いずれも変わった能力者揃いだぜ。終わりだと言ってはいても、俺の能力はお前にとっては未知数ならば、きちんと距離を取って次の手を仕掛ける。俺の連れと違って賢い。なんとかしろ。しまった、今だ長次。一旦ハリケンシャー覚悟。ナルト、全然休んでいないみたいだね。仕方ないわ。今すぐにでも新しい術を完成させて、カカシ先生たちの増援に向かわなきゃいけないんだから。タイムリミットは24時間か。難しいことだけど、今はナルトを信じるしかない。実際、私たち以上にカカシ先生たちとスムーズに連携が取れる班なんて他にないんだしね。身近にあるもの、常に気をつけてないと、あまりに近すぎて見失ってしまうよ。あなたが最近体験した幸せは一体何ですか？恵まれすぎていて思い出せないかも。せだってばよ。さらにこれでサスケに追いつける。確かにね。ただしサスケの使う火の性質変化には気をつけろ。そろそろ五大性質変化の優劣関係について説明しておいた方がいいね。なんだってばよ、その優劣って。まあ言葉にすると5つの火、水、土、雷、風の性質変化はそれぞれ優劣の関係を持ち、繋がっているってところかな。だから、どういうこと？それは図で説明した方が分かりやすい。五大性質変化は五つ。その五つをまずは、円を描くように描く。うん。でだ。例えば、この最初の火。これに、優劣を書き込んでみるよ。これは隣にある風に対しては優勢、反対側の水に対しては劣勢の立場にある性質変化だ。このように五大性質変化には全て優劣の関係があるんだ。まあ、うん、
そんで？はぁ、こりゃ分かってないな。つまり簡単に言うとだ。ナルト、お前の封筒の術は、サスケの火遁の術に負けてしまう関係性にあるってことだ。え？火遁に勝つには、水遁しかない。なんで封筒じゃ、火遁に勝てねえんだってばよ。イメージしてみると早いかな。火は、風を受けると、さらに激しく燃え上がる。しかし、水をかけられると、消えてしまう。つまり、サスケの火遁の術に、同等レベルの封筒の術をぶつければ、さらにでかい火遁になって、帰ってくるわけだ。ただし、風の上下を見てみろ。風は確かに火には弱いが、雷には強い。つまりお前の真術は、サスケの雷遁、千鳥に強いってことだ。ナルト、お前、土の性質変化じゃなくてよかったな。ん？俺ってば、サスケとの相性、よかったんだな。ああ。雷に勝てるのは風だけだ。いや、そっちじゃなくて。え？火を助けて、さらに大きな力にできるのは、風の力だけだってことだ。ああ、そうだな。ナルト！あんた、すごいじゃない。あ、修行、順調そうですね。まあな。じゃあ、もうすぐできるのね。うん。いや、ちょっと待て。ん？もう少し、時間をくれないか。まだ試しておきたいことがある。どういうことなの？やっぱりライドウ先輩の言った通りか。おそらく体を硬化する術だ。それがあいつの能力。よく分析している。そうだ、俺にはどんな物理攻撃も通じない。ある程度の予測はしていたが、これほどまでとは。直接攻撃が効かねえとなるとどうする？しかまる。驚け、無神論者ども。よっしゃ、そろそろ反撃と行こうぜ。ガクゼ、さっさとこの術を外してくれ。バカな、気配もなくこの俺の背後から。残念だったな。驚け、無神論者ども。よっしゃ、そろそろ反撃と行こうぜ。書くぜ、さっさとこの術を外してくれ。バカな、気配もなくこの俺の背後から。残念だったな。すごい。はあ、なんだよそれ。お前、物理攻撃効かねえんじゃなかったのか。そうだ、カカシ先生はどうやってあいつを。
すべて見せてもらった。お前の体を硬化する術、さっき結んだ印から見て怒涛の性質変化だ。あの一瞬で俺の印のスピードを見切っただと。それにこれほどのライトを、そうか、お前がシャリンガンのカカシ。土は雷に弱い、相性が悪かったな。終わりだ。やっぱりすごい、カカシ先生は。これで、あとはもう一人。一瞬で、さすがカカシ先生だね。ああ、不死身じゃない方を先にやっておかないと、厄介だからな。大丈夫、シカマル。そろそろやべえかもな。カカシ先生！金真似はもう限界だな。心臓ひとつきかよ。いきなりやられてんじゃねえよ。ったく。次はお前だ。決まった。うわカッコつけて終わりだとかって言ってたのにな。どういうことだ。急所は外れていないはず。よっしゃ、さっさと蹴りつけようぜ。そのつもりだ。死なないの、あいつ。さあな。けどあいつ相手じゃ少々のことじゃ驚かなくなってきたぜ。やっと動けるぜ。なんだあれは。さてじゃやるか、格子。ああ感じ。邪神様、見ててくださいよ。俺本気出すから、マジ本気、蝶とか引きずり出すからよ。気をつけろ調子。なんだ。書くぞ。おいおいおい、短歌切ったそばから
いきなり一匹死んでんじゃねえかよ。ほんとカッコつかねえな。おい、奴の体から出てきた面が一つ倒れたってことは、さっきの雷霧で仕留めたのはあの面ってわけか。少しネタがありそうだな。いいだ、少し下がってろ。ここは俺がやる。さあ、待て待て、さっきからずっとやられっぱなしでイライラしてんだぜ俺は。いつもので行こうぜ。来るぞ、長次。ダメ、あんなのまともに食らったら長次しかなる。逃げて。ライトン、ギアン。間に合わねえ。大丈夫ですか？ま、なんとかな。こいつら強い。特にあのマスクの方が。しかしこれだけ高レベルの術は己の持つチャクラの性質と合致しないと出せないはず。それを土、風、雷の3つも。一体どういうことだ。驚いたね。この段取りで殺せなかったのはお前が初めてだぜ。畑、かかし。シャリンガンで見切ったか。だが、次のはどうだ？何？カトン、ズコッカ！
過ぎの KY チラリ見せる強がりな I cry 涙の効果はどれくらい私なりに愛されたい溢れるのに君が見えない二度と君に会えないそんな気がするんだ伝えたいのにうまい言葉見当たらない私たぶん嘘でもいいのに聞かないでも言えないよ握ってた手が離れたら君はいつか忘れちゃうの私のこと伝えたいのに上手い言葉に当たらない私たぶん嘘でもいいのに聞かないでも言えないよ二人引き離して戦うのが得策っすねとなると被弾ってやつを足止めする必要があるなじゃあ私の新天使の術でダメだリスクが高すぎるなら僕がやる俺もダメだやつにこっちから近づけば血を取られて終わりだぞでもあいつは俺一人で捕まえるそしてあの役は俺がやる次回恐るべき秘密サイ君、こんなとこで何してるんだ?ちょっと、エオ。なんだなんだ、元気がないな。顔色悪いぞ。もともとです。熱き血潮は青春の証。君は熱血が少し足りないようだ。よし、とっておきのアイテムをプレゼントしよう。これだ!何ですか、それ。このスーツはな、通気性、保湿性に優れ、抜群のフィット感を実現した究極のボディスーツなのだ。もちろん、俺も愛用している。欲しくても手に入らない非売品だ。見よ!この美しいボディラインを、修行の時にこれを着れば癖になること間違いなし。まさに、青春が生んだ奇跡の一品だ。奇跡の一品?ここだけの話だが、ナルトもリーもこのスーツのおかげで強くなったんだぞ。ナルトも?というわけなんだけど、似合うかな?はっきり言って、ダサ。